新潟駅に着きました。行ってきます。はい、無事仕事が終わって、ちょっと観光をしてから帰ろうと思います。近くに神社と水族館があるみたいなんで行ってみます。神社に着きました。すごい立派なとこだ。御利益巡り、およそ10分間、行ってみようと思います。どこだ。階段を降りて通路をお進みください。階段、あ、階段すごい、ちょっとゲームみたい。よいしょ。わあ、すごいね。歩いてきた先にあったのはこちら、松尾神社。じゃん。音楽芸能、なんちゃ、音楽芸術芸能。わあ、これはよし。あ、おむすびみくじ気になりますね。近くからバスが出てるみたいなので、バスに乗ってマリンピアに向かいます。バスの乗り方わかるかな。はい、マリンピア日本海に着きました。いや、バスに乗れてよかった。ちょうどいいタイミングで、新潟の観光で、ま、なんか循環してるバスみたいな感じでしたね。うん、260円で来れた。ペンギン可愛いですね。ドルフィンスタジアムで
ちょうどいい時間にイルカのショーがあるみたいで目指してます。船に僕が入るとイルカは飲み込み死亡の原因となります。ゴミの管理にご協力をお願いいたします。それでは間もなくイルカショー始まります。ショーの際にはジャンプによりオレンジ色のシートおよび青いシート前方に大量の海水がかかる恐れがあります。ご注意ください。しました。見ることができてよかったです。いやー楽しかったな。マリンピアいいな。今からバスで新潟駅に戻ります。バスが出てるから便利ですよね。新潟はとっても素敵な場所でした。また行きたいです。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。